神代でございます。私は真実の邪馬台国についてお話をさせていただきます。江戸時代、明治、大正、昭和と邪馬台国はどこにあったのかで論争が続いてきました。九州説、奈良説、その他いろいろ。しかし邪馬台国で大事なことは、邪馬台国がどこにあったのかではなくして、邪馬台国がどうやってできたのか、どう繁栄したのか、どうやって滅亡したのか、そういうことだと思います。私はこの疑問を解明しようと取り組んでおります。今日は越人は朝鮮半島馬関へとやってきたということについてお話をさせていただきます。それではこの前の続きであります。さて、山東半島牢屋へと進出した越人たちのことでありますが、越国はこの牢屋を都として強制を誇ります。中国の河北河南を結ぶ水上交通を一手に支配し、また東方諸国、朝鮮半島や日本列島への海運も支配をします。そしてその強力な軍事力をもって中原、中国中央部へも進出し、一時は蘇や中原の国々を脅かす存在ともなったのです。沿岸民の蛮族が中国内陸部の政党王朝を震撼させる構図でありましたが、それも長くは続きませんでした。中原で蕭、韓、魏らの新興強国が成立すると、ここからを戦国時代の始まりと言います。越国の覇権は中原から締め出され、再び沿岸部だけの鳴かず飛ばずの地方政権となってしまったのです。そしてその越国が近隣の祖国、その国ですね、祖国に滅ぼされたのが紀元前234年のことであります。この越国の滅亡で越人は死産します。越人は故国を追われ四方へ散っていったのであります。さて、越人は一体どこへ散ったのか。それは黄海を横切って朝鮮半島中部西海岸、いわゆる馬関の地へと亡命をした可能性が高いわけです。それまで越人はさんざっぱら朝鮮半島や日本列島との交易によって栄えてきた黄海民なのでありました。政権王都が滅んで滅亡するとなると、地の利を知った朝鮮半島へと大量に亡命民となって移動した可能性は大きいわけです。すなわち越人が馬関人を構成したと私は考えております。朝鮮半島南端には和人がいて入り込むことはできなかったので、それよりちょっと北部の気候的には低温で厳しい環境の朝鮮半島中部に、いわゆる馬関の地に大量に移民したと判断するのであります。そしてこの馬関人たちは大魚の害から身を守るべく、馬関人はもともと漁労民でありました。体に主炭を塗り、また赤ふんどしを身につけたわけです。後にこの赤ふんどしの赤色が馬関人のシンボルマークの赤旗となっていきます。いずれにしろ和人、
あるいは越人、いわゆる馬漢人の捕らえにより、朝鮮半島にはこの時代から青銅器、鉄器の文化が栄え出します。稲作が広まっていくのでありました。